guy going. He's on the taxiway. 画面右上から滑走路28ライトへアプローチしているエアーカナダ759便が映っています。この滑走路にはユナイテッド航空機3機、フィリピン航空機1機が離陸を待っていました。しかし759便はこれら待機している機体がいる誘導路へ降下をしていました。すぐにフィリピン航空機はランディングライトを点滅させ注意を促しますが、759便は進入を続けます。今回はエアーカナダ759便ニアミス事故についてご紹介します。本動画は複数の情報リソースをもとに制作しておりますが、誤りが含まれている可能性があります。万一間違いがございましたらコメントにてお知らせいただけますと幸いです。また動画内の画像や映像はイメージが含まれています。2017年7月7日19時ごろ、カナダのトロントピアソン国際空港をエアーカナダ759便が離陸しました。この便はカナダのトロントからアメリカのサンフランシスコへ5時間ほどで飛行する定期旅客便でした。運航機材はエアバス320、機体番号はチャーリー・フォックストロットキロチャーリーキロ、機長は56歳。1988年からエアーカナダのパイロットとなり、2007年からはエアバス320の機長を務めていました。事故当日に有効なライセンスと航空身体検査を保持しており、法的な問題はありませんでした。総飛行時間は2万時間、エアバス320は7000時間以上の経験があり、事故から数ヶ月前以内に複数回サンフランシスコへ飛行した経験がありました。一方、副操縦士は42歳、2007年からエアーカナダのパイロットとなり、総飛行時間は1万時間、エアバス320は2300時間以上の飛行経験がありました。彼も事故当時に有効なライセンスと航空身体検査を保持していました。機長と副操縦士はこの日に初めてペアを組み、機長が操縦、副操縦士が無線などその他の業務を担当する分担となっていました。パイロットは出発前にブリーフィングを行い、気象情報や使用する空港の運用状況を確認しました。サンフランシスコ空港の到着は深夜でしたが、天気は晴れで視程も良く、気象条件としては問題ないものでした。また運用状況として、滑走路28レフトが23時から翌朝の8時まで閉鎖される情報が出ていました。事故当日トロントの天候は悪く、使用機材の到着が遅れたため定刻から30分ほど遅れての出発でした。搭乗人数はパイロットを含めてクルーは5名、乗客は135名、合計140名。離陸後すぐにオートパイロットが設定され、サンフランシスコへの最終アプローチ直前まで作動していました。途中雷雨があり、それを回避したこと以外は飛行中に何ら問題はありませんでした。759便がサンフランシスコエリアへ降下する前、副操縦士はサンフランシスコ空港の空港情報を入手し印刷しました。その情報によると、予報通り晴れで視程も良く、気象条件としては問題ないものでした。また飛行前のブリーフィングで確認した通り、滑走路28レフトが閉鎖し、滑走路の照明が消されていることや、使用している滑走路は28ライトクワイエットブリッジビジュアルアプローチを使用できるとの情報も含まれていました。759便がこの情報を受け取った時刻は23時21分。一方、滑走路28レフトの照明が実際に消されたのはその10分前の23時12分でした。これらの情報から、機長は機体の FMS フライトマネジメントシステムでクワイエットブリッジビジュアルアプローチの手順を確認、ブリーフィングを行いました。 FMS で確認できたアプローチ手順はエアーカナダ向けにカスタマイズされたチャートで、今回は有視界でのアプローチですが、滑走路に適切に向かっているかを確認できるよう、計器進入の設定も手動で行うよう明記されていました。
これはエアーカナダがパイロットへ提供している有志会でのアプローチの中で唯一手動で設定することを必要とするものでした。機器や計器の設定は副操縦士が行う分担となっていましたが、唯一この計器侵入の設定のみ失念してしまいました。機長もアプローチブリーフィングの中で確認せず、そのまま設定されずにアプローチが進められたことがフライトデータレコーダーに記録されていました。事故の30分前、巡航高度のフライトレベル360から降下を開始し、着陸まで降下を続け、事故の5分前、クルーは管制塔から滑走路26ライトへの着陸の許可を取得しました。エアーカナダの運航規則では、クワイエットブリッジビジュアルアプローチの手順として、最終通過ポイントで自動操縦をオフにして、有視界での侵入をすることになっており、その手順にのっとり、事故の1分前、最終通過ポイントへ到達する前に、オートパイロットがオフにされました。そして滑走路26ライトへ向けた旋回をするはずでしたが、機長は誘導路へ向けた旋回をしてしまいました。その時、副操縦士は着陸やり直しに備えた機器の設定をするためチャートを確認しており、外を見ていませんでした。そして機長は滑走路28ライトを横切る光を見たため、副操縦士へ滑走路28ライトに他の機体がいないか確認するよう指示しました。そしてその直後、759便は管制官へ次の要求をしています。管制官はこの要求を受ける直前に滑走路28ライトを全体に渡り、目視で確認をしていました。そしてこの要求を受けてレーダーを確認し、改めて滑走路28ライトを目視で確認しました。レーダー上では759便が滑走路のセンターから右側にいましたが、759便のアプローチ方法としては正常な範囲だったため問題ないと判断しました。要求から1秒後、管制官は次のように回答しています。その直後、管制塔の周波数で待機していた機体の先頭にいたユナイテッド航空1便のパイロットが次のように発言しています。続けて、He's on the taxiway. そして2機目のフィリピン航空115便のクルーが着陸灯を点灯し、759便に警告しました。759便の機長はこの時点まで滑走路28ライトの照明を滑走路28レフトと思い、誘導路を滑走路28ライトと勘違いしていました。しかし違和感が拭えなかったため、着陸のやり直しを決め、エンジンの出力と機首を上げました。上昇開始まで飛行機は降下を続け、最低高度が約20メートルに達し、フィリピン航空機の4メートル上空を通過しました。その1秒後、機体が着陸をやり直すモードへ移行し、機体は上昇を開始、無事サンフランシスコ空港へ着陸しました。言うまでもなく、この事故の原因は759便のパイロットが誘導路を滑走路と誤認していたことになります。そして誤認につながる要因が複数あります。まず機長は759便の到着時刻にはまだ滑走路28レフトは運用していると考え、閉鎖の情報が飛行前のブリーフィング資料に含まれていたのにもかかわらず特に気にしませんでした。そしてサンフランシスコ空港まで5時間の飛行をしており、疲労感から着陸を滞りなく進めたいとの心理状況になっていました。また滑走路28はライトとレフトの2本が並行して存在しますが、この空港に慣れていた機長は2本の照明でできた線をそれぞれの滑走路に当てはめていました。しかし事前に通知されていたようにレフトの滑走路は閉鎖されており、この図のように照明も消されていたため、28ライトと誘導路の照明を2本の滑走路と誤認していました。このような間違いが起こるとは到底考えづらいのですが、この時クルーは確証バイアスに陥っていました。これは自分が期待する結果と矛盾する事象を排除する心理状況です。この状況においては着陸を邪魔する情報を無視していたことになります。
そのため、誘導路の照明が明らかに滑走路よりも少なかったとしても、待機していた航空機のライトと組み合わさることで、滑走路と認識をしていました。仮に衝突していた場合は5機が関わる事故となり、史上最悪の航空事故になっていた可能性もありました。慣れていても心理状況一つで判断が変わってしまった事故でした。エアーカナダ759便ニアミス事故、いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。